よし。あー、バレたー、くそ。どうしようか、ダメだ、そこら辺置いといて、置いた、置いといて、糸なじませて通りかけに、ちょん通りかけに、加えた。おーし。おー、引く。うわー、流れに乗っちゃった。流れに乗った。おー、コンプレックス。コンプレックスの、あー、もっとでかいのが覚えよってる。覚えよってる、覚えよってる。覚えよってる。はい、ありがとうさん。ありがとうさん。よいしょ。ドラッグ、ウィップとコンプレックス、イエーイ、釣れたね。ちょっと朝一でかいので完全にやっちまったんで、食わせのルアーでやっております。おー、綺麗だね。じゃあこれはね、ちょっと逃がしてあげます。よいしょ。はい、ありがとう。朝一ちょっとやっちまったんで、デカトップ投げて、あわや坊主。ちょっとね、今日そんなに雨とかがないから、あの瞬間を逃すとトップウォーターないかなと思って、ちょっと最初トップウォーター入れて、で今はね、こういう食わせのワームにコンプレックスね、どんな感じか試してみております。そこもね、ミエバスいるんで、この至近距離で食うかな。ドラッグウィップね、流しとくだけでね、エビみたいだからね、結構食わえてくれちゃう。上流に向かって流れてくる餌ないかなって見てるから、上流からこうふわ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 、一匹釣るとスイッチが入るんだけど、逃がすと一回リセットされちゃうからね。またやる気のある人が回遊してきたら出ますかね。Thank you.
うわ、しくった。よいしょ。ドラッグウィップの、いたいたいた、押しパターン。よし。見えバスがいて、上でちょん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 やって騙し切ることができました。細長いけどね、綺麗な個体ですね。じゃあこれは逃がしてあげます。入ってうわーなんですけど、最近お気に入りのサニーブロスのドラッグウィップをこう逆差しにして、そうするとですね、この手がこうやって T の字になって、この T の字の触手がまあペペペペペってアピールして、食いつくのはこのボディのものね、この針、ちょっとデカめの針をね、丈夫めの針を入れてるんで、不意にデカいのがかかっても安心っていう、ね、そういう感じでやってるんですけど、新規で来た人にはこれ聞くと思うんだよ。結構デカバスも遠くで見つけて、向こうに見つからないうちにキャストができればねえ、パッて吸い込んでくれたりもあるんだけど、今みたいに至近距離の見えバスにも新しく刺してきたよみたいな魚には結構有効ですね。ほら、遠目のやつにもね、こうやってよいしょ、遠目で見つけられたらそれはそれで食うんですが、はい、引き続きね、ドラッグウィップのノーシンカーで、綺麗なバスね、釣れております。はい、これね、いいところは素材がね、丈夫だからね、これもう何匹釣ってるか分かんないけど、まだいけますっていう。この後ろの方に刺してるんですけど、このリブのところはすごい繊細だけど、なんだろうな、この大元のボディのところがね、結構丈夫だから、何匹釣っても大丈夫。まあ、ちょっと刺し直したりとかはね、もちろんで、今日竿はこれちょっと古い竿なんですけど、ファンタジスタスタジオスの V2 リミテッドってね、62の LS っていう竿なんですけど、名作の 60ULS のちょっとパワーアップしたバージョンの竿で、だからフックアップがよく決まるのと、あとはもう小森さんの竿なんで、こういうライトリグとの相性抜群で、それにこの最新のコンプレックスで、シマノの新しいコンプレックス、これすんごい軽いから、これを合わせるとね、軽快にこういうサイトフィッシングでって変な角度でこうなんかアクションとかシェイク入れたりとか、あとはなんかこう目線で竿を保持したいとか、そういう時にすごいね、やりやすい、リールが軽いから、これで軽快になんか見えバスに釣れ線ワームをひたすら入れてね、コンプレックスの使い心地どんな感じかなってことで、この前ねちょっとね使ってみて、でそのまんままた同じセッティングで使ってるんですけど、まあ、これちょっと古い竿だから、もう最新の例えばさらに軽快で軽いね竿なんかと合わせたら、もっと使いやすいかもしれないですね。これ結構
竿は古めの竿をそのまんま使うっていうか、リールはね結構ね新しいもの好きなんですけど、竿はね古いもの好きっていうのがあって、うん、リールはねこう進化するごとによりなんかライントラブルが減ったりとか軽くなったりとかねあるからね。竿もね最新の竿ももちろんねあのたまに買うんだけど、結構こういう古くてもう手に馴染んだやつの方がなんだろう合わせの、あ 今ぐらいハムハムしたら合わせ入れていいなとかタイミングが取りやすいからね、結構こういうの使ったりしております。まあ、どんぐらいふわーんって振ったらどんぐらいピョーンって飛ぶかなっていうのとかがね、ずっと使い慣れてる竿の方がタイミングが取りやすいっていうか、ワームはねなんか新しいのとか出たらよく買っちゃいがちなんでね、いろいろ試したりしてますけど、今日はちょっとね今あのバッグが遠くに置いてあるんで、竿についていたこれはサニーブロスのねドラッグウィップっていうスプリットテールのワームなんだけど、これをバックスライドね逆差しにしてノーシンカーでオフセットフックで流したらいい感じでバイトが取れております。これコンプレックスがねすごい軽いから少しこういうちょっと無理な体勢でピク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 やり続ける時なんかもすごいやりやすい。あれは何が多いかな、なんか穴こじくって食ってるやつ。穴に入れたら食った、うん、よいしょ。おーと入れ食いワームですな。同じセット同じセット、これでもう無限ループだね。すごいねこのまたミミズプラスってのがいい色なんだよな。なんかねツートンカラーでミミズが切りもみしてるようなそういう感じのアクションが出せるというか、これミミズプラスって色ね。で針はねこれスーペリオフックの10番って針を使ってるから、まあ大きなバス今日は釣れないんだけど大きなバスが来ても大丈夫っていうね。